演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら基礎昆布の佃煮を食べたいと思います。これ先日のあのお吸い物と一緒に入ってるんですけど、ね、どんなもんなんだろうな、どんなもん、中身をちょっと出てきて、こんな感じですね。なんで下の方に切り口あるんだよと思いました。どうお待ちくださいね。ではいただきます。でも好みが分かれそうだな。この刺激、昆布の佃煮っていうと一般的に甘辛いイメージがありますが、これはシソが入っていることによってそこにちょっと酸味の刺激があるんですね。この酸味の刺激や好みが分かれそうな感じですね。自分はまあ好きなのでこちらのペースをいただきましたが、苦手な方も多いかもしれません。一瞬の心ばかりはポカポカかな。もうすでに春が来てるんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。